トゥントゥルドゥントゥントゥドゥントゥントゥドゥン、セブンスアニバーサリー大キュレスやってくよ。はい、ということでパイレーツミッキーですね。ミッキー&フレンズかっこいいよね、パイレーツって。本当にでも知ってました皆さん、もうパイレーツオブカリビアンって実はもうそもそも当たれねんじゃねえって、ハズレの作品になるだろうっていう風にささやかれてたらしいね。っていうのもそのパイレーツオブカリビアンが当たるまでっていうのは海賊の映画で一個も当たったことがないっていうのがなんかもう映画界の中では定説として言われてたらしいんですよ。ところがパイレーツオブカリビアンやってみたらもう大当たりしたもんですから、今までの定説のね、もうデップさんはじめですね、もうオーランドブルームとか黄色ない、うわお切らないとでとか、もう手術もバンバンひっくり返したっていうね。もうねえ、もうパイレーツに住むね、パイレーツ見て全然パイレーツと書いてあった関係ないと思うんですけどね。まあ、でも多分やばい、なんか喉に入った。いや多分でもね、夏の時期とかにディズニーシーとかでパイレーツカリビアン、パイレーツ・オブ・カリビアンのショーとかやったりするんですけど、多分それにちなんだ時にできたやつなんですよね。ドンドンドン。あ、これすごいな。しかもミッキーの肩、え？すげえな。SS なのに29個消すって、これ何？ LL になったらなんか40個くらい一気にズーン消すんじゃね？すっげえ。はーい、すごいですね。よいしょ、よいしょ。ほい、じゃあもう一回行きましょう。お見せしましょう。ドゥドゥドゥン。ミッキーの形。はい、ね、出てきてるキャラがね、もうズートピアのなんかあのタラちゃんみたいな感じのキャラが出てきてるんですよ。彼が一体誰かがわからないですね。ジーニーとかね、マイク・ワゾーズとかね、やってからね、ディズニーじゃねえ、レイジー・ダックちゃんとかね、そういうのはわかるんですよね。はい、でもう一発ドゥドゥドゥン、ボーン。いいねー、かっこいいねー、これかっこいいな。パイレーツミッキー気に入りましたね。これはなんかこう、スキルとかポイントとか、ポイントとかコイン稼ぎとかそういうのを抜きにして、単純にかっこいいから使ってみたいっていう気が起こりますね。ただ、積む貯めるのにやっぱ19個必要っていうのはなかなか難易度が高いですね。っていうか、レベル上がる積むがどんだけいるんだって感じですよ。連続して積むが溜まるんで、ワンプレイごとに稼ぐコインよりも、今まで合計して使っているコインの方が多いっていうね。とりあえず、はい、じゃあ解放しちゃいましょう。チュ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 。てててててててーん。お疲れした。